桑村正明は、地方競馬の北海道競馬、角川秀樹旧者所属の騎手。地方競馬教養センター騎手家庭第81期生。2005年3月31日付で、地方競馬騎士免許を取得し、中村光春旧者からデビュー。同年4月20日第1回札幌競馬1日目第2競争3歳条件戦でアワンダーで、初騎乗。同年5月24日。 第3回札幌競馬4日目第8競争3歳、条件戦を、上海美人で優勝し、初勝利。同年11月、清水秀夫級者に所属変更。2006年8月19日第1回札幌競馬3日目、第5競争2歳500万下で、レッドピクシーに起乗し、JRA 初起乗。2007年3月21日、 第21回全日本新人王総派選出場。同年4月19日、清水秀夫調教師死去に伴い角川秀樹級者へ、所属変更。デビュー以来着実に勝利数を伸ばし、2008年は80勝を上げ、自己最高の同英リーディング4位に食い込んだ。同年7月22日第5回旭川競馬1日目、第1競争2歳未勝利戦を、 稲妻・アマリリスで優勝し、1260戦目で、地方競馬通算100勝達成。同年9月20日、第2回札幌競馬3日目第4競争2歳500万円下を、最低人気の稲妻・アマリリスで優勝し、中央競馬初勝利。2009年7月7日、第5回門別競馬1日目第8競争第34回栄冠賞を、小野優で優勝し、 重賞初制覇同年8月20日第8回門別競馬3日目第7競争アグネスフライト賞をミッドナイトボーイで優勝し、1928戦目で中央競馬、地方競馬通算200勝達成。2010年11月17日第15回門別、競馬5日目第7競争 C3 から2組条件戦をサルサデラルスで優勝し、 2773戦目で中央競馬、地方競馬通算300勝達成。同年11月29日から翌2011年1月28日まで南関東公営競馬で期間限定起場を行う。南関東での所属は川崎競馬場、佐々木一支級者。なお南関東公営競馬では大井競馬場所属、早田勲沢を俊騎手と 同一服職となるため、同一競争に起場する際は、枠服を使用することとなった。2012年5月1日、調教中に落馬押し頭部を強打。右側頭骨骨折の重傷を負い、シーズン開幕から過量していたが、5月30日の門別競馬で復帰。第4レースで復帰後初勝利を挙げた。2013年は97勝を挙げ、 初の北海道競馬リーディングジョッキーとなった。2018年7月31日第8回、門別競馬4日目第8競争松葉ボタン特別、C3 から2条件戦を、ファイトファイヤーで優勝し、7488戦目で、中央競馬、地方競馬通算戦勝を達成。ありがとうございます。